レイクポートも動こ交通運行の所定便と、相模鉄道の続行便続行便とは、バス事業者において、需要集中に対応するために増発する、臨時増便のこと。定期便と同一便扱いで臨時に車両を2台以上に増やして輸送する対応である。事業者により、増車、増発、増運とも呼ぶ。期間路線では予約開始後数日で満席になる、ケースが多いが、 予約状況に応じて、随時続行便を設定する。多くは高速バス専属の車両ではなく、観光バスや他の路線で使用する車両を運用するため、車内装備が大きく異なる場合がある。三列独立シートや、ダブルデッカーの車両を用いることの多い長距離バスでは、車両や座席条件の変更により、運賃を一部割り引く例もある。また、路線によっては、 女性専用車を設定したり、車両の運用上から、始発地、到着地別に乗客を振り分ける場合もある。実際の運行では、所定便と続行便で、休憩箇所を変えたり、近鉄系高速バスの大阪駅前停留場のように、1号車のみ、停車、2号車以降の続行便は通過という扱いを、取る場合がある。西日本では、系列他社の車両を、 増発便に使用する事例が見られる。一方、東日本では、監督官庁の指導が厳しいことからあまり見られなかった。2012年以降、ツアーバスの乗り合い化の流れで高速バスにおける管理の受委託が認められ、特定の条件を満たせば、続行便を一般乗り合い旅客自動車運送事業許可を持たない、他社にも運行を委託することが可能になったため、各地で、 続行便を他社に委託するケースが見られつつある。2020年以降は、新型コロナウイルス感染症のために、社内の密を緩和する目的で、所定便に空席が多数あっても、続行便を出すケースも見られる。主に通勤、通学、生活路線で運用され、乗車人員が多すぎて、定期便のみでの輸送が困難な場合に充当される。 続行便は既存の定期便に対する保管のため、届出の必要がないが、平時から慢性的に続行便が続く場合は、運行回数変更等の届出が推奨されている。例としては、雨天時の朝ラッシュや、沿線で大規模な動員が見込まれるイベントが、開催される場合が挙げられ、後者の場合は、続行便と別に、バスターミナルから、会場もより停留所までの臨時系統を設定する。 場合があるまた、観光路線の JR バス東北の十和田北線、十和田東線では、1998年までバス指定券の発売状況に応じて事前に、続行便の運行台数を決めていた。変わったところでは、奈良交通押宿間線のような境外路線では、途中での離合が制約され、一定以上の増発が不可能であることから、 朝のラッシュ時に続行便を仕立てて2台で駅へ向かうという例もある。ただし、この場合は続行便といえども純然たる定期バスであり、設定型の臨時便ではない。なお、登山口に向かう路線バスは、時刻表上は本数は少ないものの、ハイカーで混雑することを見越して、朝の登山口方向と夕方の駅方向に2から3台が続行便として運行されることもある。 しかし、それでも乗り切れずに次のバスまで待たされることもある。定期観光バスでは予約状況に応じてハイシーズンに続行便を設定するケースがある。ハトバスでは同じコースでも出発地が複数ある場合は高速バス同様出発地ごとにコースと車両を振り分け出発地によってコースの順序や見学、休憩、食事場所が変更される。 また2階建てバスや特別車両を使用するコースでは通常の観光バスを続行便に投入することもあり、この場合は別コース扱いとして運賃を割り引くことがある。ありがとうございます。